ね、元気。今日はお台場に行ってきました。お台場、それはですね、あんまり時間があんまりなかったんだけど、まあ、2、3時間しかなかったんだけど、もう確かにそのお台場のことを今なんかいつも耳にしてるんですね。例えばですね、一番好きなドラマ東京湾景という、まあ、年代ドラマの中でいつもお台場、お台場というところの名前を耳にして、それはやっぱり、まあ、気になって私も見に行きたいなと思って、友達と一緒に行ってきました。でそこで、ちょっと早めに遊ぼうとして、すごい店にあるすごい遊泳感みたいな、そう、ちょっとだけミニライブを見て、その後友達と一緒に、その美しい東京湾景、その景色を 見ながら美味しい定食のランチを食べました。あれ美味しそうね。で初めてだったのでちょっとびっくりしたんだけど、このランチの時にのメニューが、その食べ物の隣にちょっとフードアレルギーについての、情報がいっぱい詳しく書いてあったんだ。でやっぱりね、ちょっと前の時はその、まあ、ものすごくひどい、なんていうかな、その食べ物に対するフードアレルギーを持っている人はもうどうするのかな、そのレストランの中で。だから前はこの情報は全然書いてなかったから、もうそれは大変じゃないかとやっぱり思ったんだよね。はい。では皆さん、日本のどこが好きですか？あるいはどこに行きたいんですか？コメントの中でどうぞ教えてください。ではよろしくね。バイバイ。